6番2番の石、そして9番の近藤が控えます。さあまずは後方から4番の三木翔太が上げます。3周目2センター第4コーナー向かっていきます。佐川翔吾、本村ジョージ、その上から4番の三木翔太を抑えています。2番の石井修司は現在中段の外に上げています。第4周回も1センターから2コーナー付近です。内側佐川翔吾、外は4番の三木翔太。さあまずは抑えました。三木翔太、マークは小林が取りまして、永田はその後ろ、中段は千葉の2人、石井修司と8番は広田長政、そして6番手9番の近藤のりまさ、下げた佐川翔吾が7番手からかましていきます。マークは本村ジョージ、そして5番は倉岡慎太郎、前からペース上げた4番三木翔太。三木翔太が先行も短期で叩いたのが3番の佐川翔吾、後ろ離れまして1センターから2コーナー、かまし先行は3番佐川翔吾、後ろ離れまして追ったのが4番三木翔太、その後ろから1番は小林弘和、離れまして7番永田博彦、そして6番本村ジョージ、6番手5番の倉岡慎太郎、石井修司は7番手、これは苦しい2センターから4コーナー、3番佐川翔吾、4番三木翔太、一気に1番の小林弘和、3番手から伸びました1番は小林弘和。